ケトゥ像大英博物館像、ケート星。仏像図より、ケートゥは、インド神話あるいは、インドの天文学が扱うナバグラハの一つ。漢訳名は、ケイト、ケイト星。一般的な説では、月の高校点に存在するとされた天体である。暗黒で普段は見ることはできないが、ケイトゥが、太陽や月を隠すことで、日食や月食が起こる。同様に、 月の昇降点にはラーフがあり、ラーフとケートゥで、諸が起こりうる、天球上の2点を示している。異説として、ケートゥが昇降点、ラーフが高校点と逆のこともある。水星や流星ともされる。一部経典では、月の遠地点とされ、これは、西洋占先生術でのリリスについての一説と同じである。神話によれば、ラーフの胴体が星になったものである。 七海角藩の際、ラーフはアムリタを盗み飲みしたために、ビシュヌ人に首を切り落とされたが、首と共に天に昇って、首は、ラーフ、胴体は、ケートという優勢になった。鳥にノルズや下半身が、蛇の形で描かれる。ラーフ、シャニと共に、協調の星とされ、南インドの寺院ではよく祀られている。コ事ジにより、ありがとうございます。